時和節、時和節は、シャミ音楽の一種。浄瑠璃を語る太夫と、シャミ弾きで構成される。流派として、時和と呼称される場合と、伝統芸能の一ジャンルとして時ず、時和、時和節と呼称れる場合があるが、一般的には、道義として用いられている。また、芸能としての時和節は、重要無形文化財に指定されている。 初代時和津文字が言う、1709年から1781年が、延響4年に、師匠であり、養父の都の文語城と共に語った文語説より、創設した語り物の浄瑠璃の一つで、前世紀を迎えていた、江戸歌舞伎と共に発展した。語りと歌との均衡が取れ、整然とまとめられた、落としと呼ばれる、独自の旋律技法を持ち、この特徴から時和津武士は、 劇不全音楽として歌舞伎な舞踊劇になくてはならない音力と言われている。また、その劇性の高さから、江戸時代の歌舞伎芝居では、一番目狂言、時代物のクライマックスである大詰め、押しおる子育瀬者、まさかど、二番目狂言、世話物のクライマックスである大喜利、咳、恋勇気扉関の扉の、所作浄瑠璃、節狂言、切れ浄瑠璃を演奏することが多かった。 三味線方は、中棹の後期三味線と造毛のバを用い、太夫の語りに合わせた絶妙な間合いで相方を務める。創流当初は、佐々木一蔵などの佐々木姓、鳥羽里城などの戸場姓が見受けられるが、江戸時代を通して、明治期に至るまで、岸沢式さを家元とする岸沢派が主流となる。現在は、時和姓の三味線引き匹が多数を占める。また、歌舞伎手たりの時には、 柿色の片犬、太夫は、タコ足と呼ばれる、独自の現代を用いるのが特色である。太夫三人、三味線二人、二丁三枚が、江戸時代の床、時和津出語りの出演メンバーであったが、現在は、劇場の大型化に伴い、太夫四人、三味線三人の床、三丁四枚となっており、基本的に、舞台下手に位置することが多い。舞台ベタは、妖怪。 亡霊、動物の性、幼児鈴飼いなど際物の役所が登場する、すっぽん、歌舞伎役者が演技の大きな見せ場に出たり引っ込んだりする、角を、それに花道を通る際に一度立ち止まり、何らかの仕草や見栄の所作をする、七三に近く、客席から見ると演奏方では最も目に留まる場所になっている。現在では、歌舞伎伴奏のほか、日本舞踊の伴奏、素上瑠璃、 舞踊を伴わない太夫と三味線のみでの演奏の演奏会などで頻繁に演奏されている。また、ソジョ性ルリ作品には、歌舞伎役者のセリフ、セリフ、時和図では、セリフを豊富に含んでいるものが多く、あまたある、三味線音楽の中でもセリフの充実さが群を抜いているため、歌舞伎役者や日本舞踊家が功績向上として、時和図をたしなむことが多い。この特色上、 時わずは、江戸時代から現代に至るまで、実演鑑賞のみならず習い事としても人気が高い。流派の縄文は、角木工、海門は、松川美史である。京都の生まれで、初代と一中に学んだ、土国太夫藩中は、教皇八年、1723年に主が没すると、宮古地国太夫と改名して独立。劇的というよりは、情緒的な芸風であったという。 教法15年には、さらに、宮古の文語と改名し、文語武士を創し、教法17年からは皇帝である、宮古の文字太夫を伴い、名古屋に進出する。教法19年正月、名古屋で実際にあった、真珠事件を題材とした、出世作物記連立椿で大好評を得る。同年、皇帝文字太夫を名古屋に残してさらに江戸に進出する。ハリマザで、 お三位八道行きを演じ公表を受け、上皇を受領して、宮古の文語城立花聖村となり、大劇場である江戸中村座に進出する。当時は、文語城の髪型や長羽織を真似る文金風が一世風靡したが、教法七年から男女総大使、イコール真珠が法令で禁じられており、戦場的とされ真珠と結びつけられた文語武士は、弾圧を受けてしまう。 元文元年、七百三十六年には、文字太夫出演の一村座、小夜中朝長学に対し江戸北町奉行が工業中止を命令。原文三年に、江戸での舞台を文字太夫他で死に任せ、文語城は西に戻り、京阪の劇場で活躍する。原文四年には、浄瑠璃太夫の名を出すこと、稽古場の看板を挙げること、文金風を真似ること、などが禁止され、特に、 文語説の上流璃語りが非常に厳しい弾圧を受ける。原文五年に文語城が病死すると、延響二年、1745年に、宮古加賀太夫が脱退、新内説、宮古縁八、宮園の説なども脱退し分派活動が起こる。皇帝である宮古文字太夫も、延響四年、1747年に、関東文字太夫と改名したが、 北町奉行により禁止され、その帰り際に住居がある日本橋干物町に、時和橋を渡って戻る途中、市である文語城の本名、石津左芝の都を取り時和としたという説が有力である。後日、皿では割れてしまい縁起が良くないので、石に変更され、現在では時和と明記するのが正しいとされている。歓迎元年、1748年に、 文語説から共にしていた弟文の初代ときわず、小文字太夫が時わずを抜け、後の清本武士の前身である、不本説を創設。時わず武士は、歌舞伎との関係を密接にし、戦場的だった文語説より、芸術の向上を目指し、義太優説を取り入れ豪快かつ優壮さを持ちながら、品を良くし、舞踊との結合にふさわしく明確な曲風に、移り変わった、例。 雲井とあずさげこの時代の三味線は、初代佐々木一蔵、二代目岩、沢越寄部などが務めたが、明和五年、1768年に、佐々木一蔵が亡くなると、初代文字太夫が、縦三味線に、岸沢越寄部を起用したことから佐々木派の、三味線引きから不満が起こり、時わずし妻だ阿弥、蔵主太夫らが脱退し、それぞれ豊かなが派、藤岡派として一派を形成したが、 前者は二代で、後者は一代で消滅した。天明元年、1781年に、初代時和文字太夫が没すると、初代剣太夫が、初代文字太夫未亡人から相続し二代目文字太夫を襲名。二代目文字太夫は二代目元、沢敷佐、初代、戸ヶ谷里長などの三味線方と共に、大いに活躍し、紅葉三糸、西黄色に、うとう。 安永七年、関、恋ゆき関扉、関の扉、天命四年、四天皇大鉱山入り、古山乳天命八年、礼賀式装方、礼賀、天命八年、その、扇や浮な恋風、吉田屋、関西二年など、時代仏、世話仏もに現存する曲を初演し、時はず節の基礎を整備する。二代目文字太夫の死後、 伊治林之助はわずか8歳で二代目小文字太夫を襲名しはくして家元を継いだが後目争いで敗れ時は図を破門された二代目剣太夫、東国太夫が起こした一派、東派にされていた。その窮地を補佐したのが家元派の三代目剣太夫である。家元派の人々に支えられた二代目小文字太夫は文化4年に市村座で立て語りとして初舞台を務めた。 文化五年に元福氏七代目、市川團十郎の弟分となるが、病気等による救援が多かった。文政二年に三代目文字太夫を襲名するが、同年十二月には病気のために溶接する。元太、文化五年、三つ、人形、文政元年などを初演した。この時、江戸歌舞伎の繁栄はいよいよ頂点に達し、舞踊においても変化舞踊と呼ばれる。 新たな分野が登場した。時和津はこの動きに敏感に反応し、歌劇よ、各米などの歌品を生むと同時に、長唄や不本説などとも、積極的に掛けや行うようになり、芸術の高まりを見せることになる。江戸歌舞伎の繁栄は、弟子、稽古人、愛好者などの増加にも影響し、多くの女流、女性演奏家が活躍し、流星を極めた。 現在でも江戸時代を題材にした時代劇などで、時はずの女師匠が頻繁に通するのもこのためである。家元を失った流派は、後継者として、歌舞伎役者の市川男熊を迎えた、初代文字太夫の次女亀が二代目、市川門之助にと次生まれた、初代、市川おめぞうの息子であり、初代文字太夫の彦にあたる。文政三年に、江戸三座、中村座、村座、 森田座筆頭に名前を出し、河原崎座、追松の盾に座り、三代目、小野菊久五郎がなびろめの工場を述べ、三代目、小文字太夫として、初舞台を務める。文政六年の元服式では、七代目、市川段十郎が、えぼし親となり、天保八年に四代目文字太夫を襲名。嘉永三年には、佐賀御所から受領して、初代時はす文ん大城の情号を得る。 各米、文政十一年、お三輪、天保四年、まさかど、天保七年、うつぼざる、天保九年、京人計、高貨四年、夕月、高き、四年、新山うば、河江元年、勢い獅子、海江四年など、原稿する多くの名作を五代目岩、沢式佐、1806年から1867年、古式部と共に作り、江戸三座で、大いに人気を博した。 しかし、前段時はずで語りの、三世相金州文章、安政四年に橋を発し、巧妙争いにより岩沢派は分派してしまう。五代目四季のお父が十一代目、森田勘也、四代目、坂東三五郎だった縁もあり、分離後の岸沢派は、森田座への出勤が多かった。四代目文字太夫には、後取りがおらず、四代目小文字太夫、後の六代目剣太夫、 五代目小文字太夫、紀流小文字と二人の養子を取ったがゆえあって、家元家から離縁。天保四年に四代目文字太夫に、待望の実施が生まれる、助六文中。慶応元年に六代目時和図小文字太夫を襲名するが、明治五年に病没。この時代は、三代目弱太夫の起こした、菊菊子派が、初代、上佐太夫によって継承され一派を形成し、時和図元、 沢分離の期間は、時和津では、三味線方を、岸沢では、多遊法をそれぞれ作り、多くの多遊三味線引きが遺跡、移動した、混乱期であった。スケ六分中の未亡人常が、家元名義を預かっていたところ、十二代目、森田勘也が、世話人となって二代目時和水松尾太夫が、養子入りする。七年間で七十の歌舞伎工業の立て語りを、六代目岩、沢式佐、 初代、時和文字兵衛と共に務めた。明治十五年には、森田勘や、川竹木網の立ち合いのもと、岸沢派との和解の手打ちを行い、明治十二年に七代目小文字太夫を襲名。和解記念曲として、松島が初演される。しかし、規模詰めと風和になり家元家を離れた後は時和、林中と改名し、二代目岩、沢文字兵衛と共に、 約十年間で八十以上の歌舞伎工業に出勤する。七代目小文字太夫が去り再び岸沢派と分裂をした家元家は、再度、家元名義を常が預かったが、時和津節全体の永続と、花井優和を訴えた森田勘や岸沢式皿の推薦により、初代何は太夫が八代目小文字太夫として、家元に就任。明治25年には、ナビロメの曲として、 三保の松を開け局。十三年間で百二十六工業の歌舞伎工業に出勤し、明治三十五年に六代目時和津文字太夫を襲名。大正八年までの十七年間に六十七、工業の工業に、七代目岩、沢敷佐、二代目時和津文字兵衛と共に出勤。明治三十七年には、林中と若石歌舞伎座、関小雪関扉の上下を分担する。 七代目小文字太夫、臨中の代表曲には、釣り女、松島、白井戸、羽衣、六代目文字太夫の代表曲には、戻り橋、女なる神、大森彦七、畜舞塔、南光などがある。この時代は、農学、農、狂言から様々な演目が輸入され、のとろもの、松はめものと呼ばれる作品が多かったのが特徴と言える。 大正十五年に、六代目文字太夫は息子に七代目として、文字太夫を譲り、二代目時和津文語大嬢を襲名。親子で開け曲された代表曲に、桜、ゴンパチなどがある。昭和二年には、第一期、時和協会が発足し、七代目文字太夫を会長に、置き、二代目時和津文語大嬢と六代目ガン、沢越貴太がそれぞれ相談役として座り、時和ガン、 沢の分離は完全に収まる。昭和16年には関西に発展を求めた七代目文字太夫により関西時和協会が発足。この時代の歌舞伎工業は三代目松尾太夫、三代目文字兵が数多く出勤していた。三代目文字兵は近代の時和、ひいては法学界を代表する作曲家であり、代表曲として独楽、ワンキュ 松の名所などがある。三代目松尾太夫の後は、三東勢太夫、千東勢太夫の兄弟へと代替わりし、芝居小屋から劇場への大型化に伴い、従来よりも調子が高く華やかな下風の千、東勢太夫が三代目文字部へと組出勤す。その後、千東勢太夫は菊菊肥派の流れを組む菊三郎と、組、この二人は弟子たちと共に、多くの歌舞伎工業を務め、 スーの音源をレコードに残している。昭和二十八年に三代目文字名が日本芸術委員会員に任命され、昭和三十年には重要無形文化財保持者の格好認定、いわゆる人間国宝を時和で初めて受ける。ついで昭和四十一年には時和菊三郎が人間国宝に認定される。菊三郎の代表曲には菊の坂月、菊の縁などがある。 昭和56年には、八代目時和津文字太夫を初代会長とした時和津武士保存会が重要無形文化財の保持者として総合認定されている。宗家、家元は代々時和津文字太夫もしくは時和津小文字太夫が継承している。当代の宗家家元は17世家元9代目時和津文字太夫。時は古時代からの流れをみ取り、 初生家元を、大阪道頓堀で最古の人形操りの芝居小屋、出技を興行した、他遊伊藤出和城、二聖家元をその弟子で世話物、浄瑠璃元祖ともいわれる、分野の泣き節で好評を博した、二代目、岡本分野、三世家元を、京都南座の前身、妻田雄座を創立し、近松門左衛門、初代、坂田東十郎と組元読期の前世を迎えた、と越ちご城、 四聖家元をその弟子で一中説を創始した、と、太夫一中、と一中、5聖家元をその弟子の、宮古文語城、と国太夫半中と数える。宮古文語城の弟子宮古加賀太夫は、新内説、宮古園八は、宮園の説、宮古寺茂太夫は、茂田優説として独立。これら文語形状竜の中でも、宮古文語城の一番の皇帝である、宮古文字太夫が、 常つぶしを創設し、六代家元となり、さらにそこから、文後三流、時和津節、不本節、清本節と枝分かれし、現在まで骨格を守っている。上報を受領した太夫に旧聖家元の四代目、時和津文字太雄、初代時和津文語大嬢、十四聖家元の六代目、時和津文字太雄、二代目時和,津文,目時和津文語大嬢がいる。三味線方は、岸沢家の岸沢式佐が、 大大岩沢派の家元を継承する。名人として名高い初代時和林中は、金星法学士不出世の名人とされ、清本武の家元五代目、清本縁樹太夫、長唄建政会を創始した四代目、吉住小三郎、吉住次郷など、他流の名人からも一目置かれ、明治39年の万長法には、名人と称得られたるは、わずかに能楽の梅若六郎。 宝章九郎と、時和津の臨中と三人なりし、とうと高い評価を受けている。また、一説では、後藤章二郎に、とても気に入られたという説がある。時和津節の重要無形文化財保持者として、確固認定された人物、いわゆる人間国宝は次の通り。明治から現在までに活躍した流派の代表的人物として、七代目時和章文字だゆう。 初代時和臨中、1842,902、六代目時和文字大雄、二代目時和文語大嬢、1851、1930、二代目時和文字米、四代目小児祭、1857から1924、七代目岩、沢敷佐、六代目岩、沢子式部、1859から1944、19 三代目、時和津松尾太夫。千八百七十五から千九百四十七。三代目、時和津文字米、時和津文字沖縄、千八百八十八から千九百六十。九代目元、沢敷久、時和勘右衛門。千八百九十二から千九百七十九。七代目、時和津文字太夫。千八百九十七から千九百五十一。初代、時和津菊三郎。 1897から1976、三代目時和三等生大勇。1907から1983、十代目岩、沢敷さ。1909から1962、初代時和東勢生大千1916から1978、八代目時和文字大千1918から1991、四代目時和松尾大勇。 1927から2017、4代目、時和津文字米、初代時和津秀俊、1927、初代時和津一派太夫、1930から2014、11代目岸、沢敷さ、1943から2013、9代目時和津文字太夫、1947らがいる。時和津作品は、ジャンルで大別すると、時代物、 胸木ヨなど、世話物、油屋など、ご祝儀物、小宝など、松羽物、釣り女などなどとするのが一般的で、その他、作品題材から、蘇我物、幼稚蘇我など、道行き物、おその道行きなど、極端位では昔話に取材した、二人ももた大長編特本に取材した、八県伝、日本三大屋田内に取材した、中心蔵、 頼光四天皇が活躍する、戻り橋、家元時和文もじ太夫によってのみ語られる、追い松などがあるが、仙台浄瑠璃を取り入れた、雲の糸、三河万歳を取り入れた、乗り合い船、カッポレを題材にした、初日住みくうすみ各米寺市を題材にした、各米など、他の芸能を題材にしたもの、さらには、新歌舞伎十八番に数えられる、大森彦七。 新古演劇十種に数えられる、羽衣もまで、非常にバラエティに富んだ作品が多いことが特徴と言える。代表的な曲は、まさかの、おしよる恋曲者、関の扉、関、恋ゆ関扉、前段時わずで語りの、三世送金集文章などがある。江戸時代までは、毎月のように新作が作られていたが、明治以降は、 歌舞伎工業の形式変化に伴い古典作品ばかり扱われるようになった。現存する曲は300とも400とも言われているが、現在は歌舞伎伴奏で用いられるもの、日本舞踊伴奏で用いられるもの、日本舞踊の演目、素ルリで演奏されるものを合わせて50から60曲前後、主に演奏されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。